チのやつ完全にランナーのことを忘れとる。ボール。え？おお、キャプテンが走った。つうか完全に盗んでたな。ナイラー、ナイスです。狙ってましたね、あれ。勇気のファインプレーだ。ランナーが一塁にいるのと二塁にいるのじゃ、みゆきの集中力は全然違うからな。選手が自分で考え、のびのびと野球しとる。こういうチームは強いで。タチ！残り4回や。もう1点もやったらあかんで。ちょ、監督、何言うてるんですか。お前ならできるやろ。一点もやるなってすごい指示ですね。しかも言われて喜んでるし。桐生って意外に面白いチームなんすね。まあ、うちはこれしか取りえないからな。なんでやねん、あの二人が特別なだけや。おお、本場のノリツッコミ。ねえ、やらすなアホ。こいつえらい落ち着いとるやんけ。ランナー二塁に進んでもたし、勝負はアウトコースや。お前の重い球でネジ伏せたれ。いいコースや。来たー、ライト線ギリギリ長打コース。やっぱランナーいると違うぜあいつ。嘘やろ、あのコースを思い切り踏み込んで引っ張った。やっぱ力で押す投手は力で弾き返さねえとな。よっしゃ、1点返した。すごい、無理やり引っ張ったよ今の。うわアウト、ツーアウト。仇は取りやす。シラスだ。シラス先輩。シラス、おっ、近っ。ツーアウトランナー三塁、点差は7点。俺だって。沢村、ボールをよく見ていく。バイサーク、バイサーク、バイサーイ。ああ。バッターアウト。まだまだだな。